はい、おはようございます。イサムちゃんです。はい、ということで今日は埼玉からスタートになっております。まだね、今時刻8時半なんで、もうそろそろ荷下ろし開始ということで、ただ炎天下、現在気温がね、もう朝にしてなんと32度、暑い。多分な、今日最高が35、6度かな。うん、なんか豊岡の方は38度まで上がるってことで、ちょっと数1200ケースほどちょっと時間かかるけど、暑くてエンジン切らなくて、暑くて朝6時から起きた。朝暑いの、暑いってことで、ちょっと頑張っていきたいと思います。それでは、今やっと出発かけました、今ちょっと信号待ちなんであれですけど、ちょっと撮るの忘れてた。ね、向こうの倉庫の方にアイスボックス熱いということでもういただきました。もう食べてくださいということで、合わせてね、某トラック会社の方、スポーツイベントいただきました。ありがとうございます。これちょっと後で食べよう。とりあえずちょっと動こう。熱い、水分補給しよう。はい、では行きます。
今静岡のサービスエリアに着きました。神に神疲れた。はい、ということでね、今から行きます。お風呂ちょっと入っていきたいと思います。で、合わせてね、洗濯物がめっちゃ溜まってるのもあるんですけども、明日の着替え、今これ着てるワンセット、これだけしかないんです。明日の分の着替えがないんで、とりあえず洗濯したいと思います。まあお風呂入ったらね、洗濯しといて、お風呂上がってきてから、多分洗濯を一旦終わって、乾燥するんで1時間ぐらいかかるのかな。その間にご飯とかちょっとやりたいと思います。はい、では行ってきます。はい、ってことで、今お風呂上がってきました。で、今洗濯してる間にね、ご飯炊いときまして、今からご飯、僕は簡単なものにします。簡単なものにするんだけども、疲れる、あ、いけるいける、大丈夫大丈夫。はい、なので今日はね、お肉3割引き、そう、今日は牛カルビですよ。今日はもう体力バンバン使ったからな。ちょっとスタミナつけて、明日もバンバン働かなかったので、ちょっと今日はスタミナ料理ということで、もう簡単ですけど、これはうまい、これはうまいでみたいな感じでね、ちょっと作っていきたいと思います。はい、では簡単クッキングですけど、やります。ご飯もちょっと炊けたしね、今から10分ぐらい炊きます。ちょっと多いんで量が、でもう傷むんで、明日のお昼の分も全部焼いていきましょう。全部入れてみる、あたたたたたたやってみた、あたたたたたた、ご飯できました。ご飯できましたよ。熱いね、熱いんだこれ。ふう、炊きたて、炊きたて1合分ね、今日は1合分できました。結構混ぜよう、熱い、いつもできたて熱いんだわ。よいしょよいしょよいしょ。では盛り付けをしていきましょう。暑かった、もう肉もバチバチ飛んできよるしね。で、油がすごいんで、ちょっとね、全部入れるとあれなんで、肉メインで、肉で、今日はニンニクの芽っていうんですか、あれも入ってますよ。ニンニクの芽もね、きっときっとやね、こんなに出る油って。はい、完成です。はい、牛カルビとニンニクの芽、ニンニクの芽入り牛カルビ丼です。はい、ではね、食べていきたいと思います。で、めっちゃうまそう、ほらやばいやろこれ。ちょっと一回
あれしようかな、食べてみようかな。はい、では食べていきたいと思います。めっちゃいい匂いする。油が熱かった。いただきます。うんうん、これうまー。うんだ、ビール飲みたい、ビール飲みたい。あ、うまいな。うん、あ、うまい。いただくで。うんうんうん、やっぱ熱い。あ、うまっ。うん、ニンニク巻きでいきましょう。うーん、はい、ってことで暑いんだわ、どんぶりだからってことでね、この後バッ食べて、であと片付けして、であと30分くらいかな、30分くらい洗濯上がるんで、洗濯して、畳んで、その後とりあえずね、今から向かうのが刈谷、とりあえず刈谷までちょっと頑張って走りたいと思います。とりあえず今こう430ちょうどここやったんで、仕方なかった、届かなかった、渋滞がすごいんだ。はい、ってことでまた皆さんね、よかったらグッド、またあと料理ね、なんか何個か一応もらってますんで、ちょっとそれもね試しながら、あとサービスエリアの方もちょっとね、今後紹介していきたいと思います。はい、コメントいただいてますが、皆さんありがとうございました。それではまた次の動画もお会いしましょう。できたらグッドと登録お願いします。それではまたねー。すいません、洗濯も終わった。